トレーディングポストラギットストアではワーク、ミリタリー、カントリーを中心に品揃えにしているんですけれども、ワーク、ミリタリー、カントリーって一つの空間に並べてもいいものなのかみたいなのがあったんですけど、それぞれ国とか職業とか違うとは思うんですけど、本質は一緒なんじゃないかなっていうところで、食事したりお酒飲んだり泣いたり笑ったりっていうのはどこの文化、どこの国、どこの環境でも同じだと思うんですけど、それぞれがやっぱ自分らしくあること、自分を最大限表現できるものというか、そういうのをこう、うちのトレーディングポストラギットストアとして表現して、お客様にそういった商品を見つけ出してもらいたいというか、そういうのをご案内したいっていうところがお店のコンセプトとしてありますね。